今ですね、目の前に、ちょうど津波の被害でですね、そのまま放置されたようになっている宇家の地区です。浪江のですね、宇家の地区、津波被害が大変ひどくてですね、しかし福島第一原発の、事故の影響で、ここでですね、被災した人たちを、十分に捜索できずに、避難したというようなこの地域です。これが宇家の地区です。上からですね、見ると宇家のは全く家がないまんま、全くですね、事故後と同じような、本当に、瓦礫は処理されてますけれども、本当に津波の被害の傷跡がそのまま残っています。ご覧いただいている建物がですね、双葉町の、役場です。ちょうど今日選挙の公示日だったというふうに聞いてますけれども、双葉町の役場、時計が止まったままになって、ですね、広川隆一さんや渡井さんたちが、3月13日に、訪れた役場です。これが今見ていただいているのが双葉町の市街地ですね。この付近に今、中間貯蔵施設の計画を、政府は立てています。上から見てると本当に住宅は本当にそのまんまになっていますので、今でも人が住んでいてもおかしくないような、そういうような感じですけど、宇家の沿岸部は津波でやられてますけれども、ちょっと内陸の方は本当に事故当時と変わらないような状態で、家が並んでいる、そういう感じです。この付近もですね、みんな人が住んでない。今、宇家戸の上を飛んでおりますけれども、このあとですね、この浪江の人たちが12日に避難を始めた114号線の上を通って対馬方面に進んでみたいというふうに思っています。浪江ではですね、この原子力災害の10条通報、そして15条通報、そしてその後の避難指示などのさまざまな情報が十分に伝わっておりませんでした。馬場町長はですね、12日になりまして午前10時ごろ、馬場町長はですね、宇家の人たちの捜索を諦めまして、対馬に、町の人たちを避難するように指示を出しまして、町の人たちが全員対馬方面に避難をしました。通常ですね、沿岸部から対馬まで車で約20分ぐらいの距離だということなんですけれども、この日はですね、道路が多くの人たちでの、逃げる人たちの渋滞で4時間以上かかったというふうに、多くの人たちが証言しています。
になります。この道、太平洋の細い道でして、ここにですね多くの住民が避難する住民の車が殺到して大渋滞になりまして、普段20分程度で着くような距離をですね4時間以上かけて津島まで避難したということですけれども、津島地区にはですね通常数百人の人たちが住んでいる地域なんですけれども、避難後ですね約6倍の8000人の人たちが津島地区に避難したということです。でこの狭い道を通りまして山を越えて津島地区に逃げるということを決断したわけですけれども、当時ですね、そっちの方向に実は放射性ヨウ素あるいはセシウムがですね飛散しているという情報は明らかにされていませんでした。実際にはですね文科省のスピーディーその他のモニタリングで、この周辺の、放射線量の値というのは測っていたわけですけれども公表されずにですね、その後ここが大変な放射線量の高い地域であったということは当時知らされておりませんでした。放射能が流れた方向に住民の人たちは逃げてしまったということになります。から見ますと本当に山あいですね。この山の中を上空だからそんなに高くないですけど、さっき の福島第一原発 の付近よりもこっちの方が線量が上がっていきますね。今上級かなり高い500メートルぐらいのところだと思うんですけれども、津島その集落ですね。ちょっと目の前にですね津島が見えてきました。津島というのはですね、人口はもともとは千数百人 の集落でして、
上助水道が整備されていないということです。ですので、8000人の人たちに膨れ上がった12日から15日までの4日間はですね、水が、上下水道が完備されていないので、井戸水や沢水を、当初は使ってですね、炊き出しなどを行っていたということです。で14日15日の2日間は雨と雪に見舞われまして、先ほどのですね、福島原発から、この谷沿いに流れてきた放射性物質で、この集落全体が、汚染されるというようなことになりました。実際にはですね、文科省は当時モニタリングカーのデータをですね、計測しておりまして、15日のデータで毎時270マイクロシーベルト、毎時270マイクロシーベルトから330マイクロシーベルトが計測されています。そして福島第一原発から流れてきたですね、放射性物質なんですけれども、この対馬からですね、目の前の飯舘村、この山あいをですね、ずっと流れて、北西に流れていったという、そのエリアがここのエリアになります。この山あいの谷をですね、セシウムあるいは要素が流れて飯舘村、そして北西部の伊達方面に流れていったと、そういう形になります。左手に見えますのが、今見ていただいているのが浪江町の様子です。それから大熊町もそうなんですけれども、一つの町がですね、避難期間困難区域と、それから居住制限区域、そして、避難指示解除準備地域、準備地域ということで、3つのですね、エリアに区分されてしまっているというのが、実情です。浪江もですね、撮影しているエリアはですね、おそらく避難指示解除準備区域あたりになるかというふうに思いますけれども、一つの町がですね、3つのエリアに分けられて、これから帰還できるエリアは帰還を促していこうというのが、現在の政府の方針になっています。原発が見えてきました。今陸側の方から、左から6号機5号機そして1234と、原発が見えてきました。本当に手前の方にある、汚染水のですね、貯蔵タンクが本当に手前にたくさんあるのが遠くからでも見て取れますけれども、たくさんの貯蔵タンクがあり、その先にですね、4つの
事故の大きかった1号機から4号機があります。まだ本当に事故生々しい様子が残っていますけども、来年ここに来た時にはもうその様子はもしかしたら風土によって見れなくなっているかもしれません。この福井は大熊町、そして富岡、奈良波と続くんですけれども、今、ちょうど下のエリアはですね、大熊町の中でも帰宅困難区域に指定されているエリアになります。たくさんですね、住宅が並んでいますけれども、今、ちょうど通ってるエリアはそのようなエリアになります。見ていたのは野球場のところにタンクがいっぱい並んでいますね。廃棄物がたくさん並べられている、タンクが並べられています。第二原発に入ってきました。先ほどは海沿いから見ましたけれども、福島第二原発が、今目の前にあります。まあ、ここもぜひ廃炉にしてほしいということで、県議会もですね、県も要望してますけれども、東京電力はこの福島第二原発はまだ再稼働する可能性について否定していません。先ほどからですね、あちこちにこの住宅街のすぐそばに、汚染のですね、除染した廃棄物などがですね、積み上げられています。ビニールシートでたくさん積み上げられているのはですね、政府のですね、直轄で汚染している地域の汚染したですね、廃棄物がですね、まだ中間貯蔵施設ができていない中でですね、ビニールシートに、覆われた状態で、あちこちに積まれているのがですね、見て取れます。
本当に、ね、住宅街の中で、ね、ビニールシートブルーシートがあちこちにありますね。いわきの市街地ですね。いわきのですね、中心部に来ています。上空から見た感想はやっぱり、事故直後のね、瓦礫だらけっていうところが相当片付いて いるっていうことは確認できたんですけれども、それでも3号機、4号機っていうのがまだ生々しい状態で、なんとか手つかずのような形で残っていて、逆に言うと事故をが起きたっていうことが上から見ていると、その、なんていうのかな、なんか、フードをするとかですね、そういうようなことによって、やっぱり徐々に見えなくなっていくんだなっていうことを逆に痛感して、今回、広川さんの呼びかけによって同乗させていただいたんですけれども、本当に定期的に記録は取っていかないといけないんだなということを思いました。あとやっぱり山あいの家もそうですし、市街地もそうなんですけど、一つ一つの家に暮らしがここで営まれていたっていう、その確実にそれが営まれていたっていう感じを持ったとともに、ここに人が本当に住めないというか、人がいないっていうことを痛烈に何というかこう感じました。それがやっぱり一番上から見ていて、一軒一軒に一人一人の暮らしがあったんだなっていうことをすごく感じましたっていうのが、一番印象に残っています。いやーというか、汚染水はタンクは想像以上に多かったですね。もう敷地内いっぱいに広がっていて、でこれでもう足りないっていう話をしているので、本当に思った以上にタンクがすごく並んでるっていうのもやっぱり驚きました。あれはなんかこうきちっと数とかですね、どういう風に並んでるかとかいうこともきちっと公表されてないと思うので、ここのところもですね、またさらに
なんていうかな、あのきちっとチェックしていかないといけないかなというふうに思います。あのなかなかね、こうあの中をパイプがずっとあって汚染水が流れるようになってるわけですけど、あちこちで漏れてるわけですから、本当にあの怖いなと思いました。まあ、上から見て作業してる人、ちょっと人の姿が本当は見たかったんですけど、それがちょっとこの映像カメラで追いきれなかったので、なんか墓場、あの原発の墓場を、上から、見たというような感じです。もう寒くて寒くてはい、以上。いや、あのほとんど何も変わってないような思ったけど、4号路3号路の、上にかぶさってたものが随分とのけられてましたよね。だけどそれでも手をつけられないままになって、2年も経ってもこんな状況だと思って、本当なんか、ところがあの真ん中を見なければ、つまりゼロ地点を見なければ、周りは何もなかったかのこのように進んでるわけでしょ。2年前に戻ってしまっただけじゃなしに、全てがなかったことにするような動きが日本中で進んでると思うんですよね。それでなんかそのことが本当に悔しいし、あの下で人々の営みがあったということ自体も、もうその人たちのことも忘れ去られるような方策がどんどん進んでるし、支援法も全然進まないっていう、まあ、それよりも他でもうみんなお金の分取り合いだけが進んでるっていう、だけどそのおかしさっていうのか、それを見るためにも、あるいはその放射能で汚染されていった場所のところで子供がまだ住んでたり、あるいはそこに戻されようとしてまでしてるっていうようなことに、それはダメだってノーっていうためにも、どうしてもあそこの場所は中心部分は我々見なきゃいけないと思うんですよね。それであのどんどん汚染のタンクとか廃棄物がそのままどこにもどうにもできないし、一部はほとんど海に、それから今でもガスがどんどん外に出続けてるわけですから、だからそういうようなものを現在進行中の事故っていうのを確かめるためにも見といてよかったと思ってます。